血の匂いがする。ここはどこ？あれ、来たの？わ、女の子だね。若くて美味しそうだな。後で泣き目ちゃんに。だった。ややはじめまして。俺の名前はドマ。夜だね。ニコニコとくったく泣く笑う。穏やかに優しく喋る。し、今はなしてるだろうに。大丈夫ですか？わあ、早いね。柱なのかな？ええ、大丈夫。そこにそのまま置いといて。よいしょ。あとでちゃんと食べるから。ついの奥義。俺は万世極楽御居の教祖なんだ。信者の皆と幸せになるのが俺の務め。その小物こさずきれいに食べるよ。こいつが姉さんの殺した鬼。その子はもうお苦しくないし、辛くもないし、怯えることもない。誰もがみな死ぬのを怖がるから。だから俺が食べてあげてる。俺と共に生きていくんだ、永遠の時を。俺は信者たちの思いを、血を、肉をしっかりと受け止めて臭いしたかみへと導いている。初期とは思えませんね。あなた頭大丈夫ですか？初対面なのに随分トゲトゲしいな。ああ、そうか、かわいそうに。何か辛いことがあったんだね。聞いてあげよう。話してごらん。辛いも何もあるものか。私の姉を殺したのはお前だな。この羽織に見覚えはないか。ん？とても美しい女の子です。もう食べる時間です。彼女はとても可愛いです。くっそ、もう太陽が昇っています。今すぐ逃げなければなりません。彼女を食べることはできませんでした。もう日が昇るよ。ダメだ。早く逃げなきゃ。ああ、花の呼吸を使ってた女の子かな。優しくて可愛い子だったな。朝日が昇って食べ損ねた子だよ、覚えてる。ちゃんと食べてあげたかった。星の呼吸、保護の舞、学びき。すごい月だね。手で止められなかった。血気術、パスは合理。冷たい、愛を裂くような冷たい空気。うん、早いね、早いね。だけど不憫だな。突き技じゃ鬼は殺せない。首だよ、やっぱり首よ、切らなかな。式では殺せませんが、毒ならどうです。上弦にこの六脱をするかどうかいん。あ、わかる。姉さん、お願い、姉さん。これは、るいくんの山でつかなどかより気を。あれ？毒。弁済できちゃったみたいだな。ごめんね。せっかく使ってくれたのに。その刀、鞘にしまう時の音が特殊だね。
そこで毒ん慶長号を変えているのかな。うわ楽しい。毒を食らうのって面白い寝癖になり、お次の長号なら聞くと思う。やってみようよ。そうですね、いいですよ。まあこの辺りまでは想定いないですから。